船町ベースは大垣のお菓子のおいしさを発信し地域ににぎわいを作ろうと整備されたもので和菓子や県産食材を使った料理を楽しむことができます。プレイベントには大垣市の石田志市,市長や施設を運営する栄光堂ホールディングスの鈴木譲代表取締役 CEO が出席しテープカットでオープンを祝いました。 施設内には2019年に倒産した金鳥堂総本店が新金鳥堂として復活し、名家・金鳥まんじゅうなどが販売されているほか、県産の初霜のおにぎりと大垣のソウルフード、お玉木のセットなどを楽しめるカフェが併設されています。皆さんの憩いの場になればいいなと思って、えー、一生懸命運営していきますので、あのぜひ来てください。